皆さんこんにちは、アベシーです。今回は最近読んだおすすめミステリー小説を紹介していきます。こちらのね、読了本紹介企画は最近ね、定期的にやってきている企画で、最近はね、読書 Vlog メインで投稿しているんですけど、その動画の中で読んでいた作品のあらすじとか、その読了直後の感想をお伝えしていくっていうような動画です。今回も最近読み終えた今年刊行のおすすめ作品紹介していきますので、ミステリー小説好きなんだけど何を読めばいいかわからない、おすすめ小説何かないかなという方はぜひ最後までチェックしていただけると嬉しいです。それでは早速紹介していきます。はい、ということでね、今回も早速紹介していこうと思うんですけど、今回紹介していく作品をまずね、お伝えすると、今回の作品はこちらの2作品です。今回はね、両方とも海外作品で、今年の夏頃に読んでいた2作品ですね。ここからは読み終えた直後にね、撮影している映像がありますので、それぞれ別の日に撮影した映像なんですけど、そんな感じで1作品ずつ読後の感想をお伝えしていきます。それでは感想のパートへどうぞ。というわけで続いての作品は、ジャクリーン・バブリッジ著、私の名前を消さないでです。こちらの作品は今年の3月に新潮文庫から刊行されている海外作品です。現金とカメラだけを持ってニューヨークにやってきた18歳のアリス、わずか1月後彼女は殺害されてしまう。一方、遺体発見者のルビーもまた再出発を目的にこの街に移り住んだばかり。アリスの魂は自分の身元と死の真相をルビーが解き明かしてくれることを願うが、殺人者の魔死はルビーにも迫っていた。殺された少女の魂が都会に暮らす女性の孤独を物語るサスペンスストーリー。もうたった今読み終えてすぐね、こちら感想の動画をね、撮影しているっていう感じなんですけど、まずね、この帯のところに書いてある通り、 CWA ゴールドダガー最終候補のベストセラー。最初は CWA ゴールドダガー最終候補っていうところがね、目に留まって手に取ってみたんですけど、やっぱり主人公がね、すごく特徴的で、ニューヨークの街外れ、彼女は殺された、でも彼女の物語は終わらない。この作中で起こる事件の被害者となった少女の魂が主人公となっています。で、あと一人主人公がいて、この少女の遺体発見者ですね。早朝ジョギングをしていた時にこの少女の、ね、遺体を発見するんですけど、この二人が主人公になっています。今まで読んできた犯罪小説とかサスペンスとか、そう、ミステリー全般に言えることなんですけど、ある事件が起こった時に遺体が発見されみたいな、で、遺体発見シーンとかもこのね、解説とかにも紹介されているんですけど、オープニングの部分しか登場しないみたいな。そう、ジョギングしていたら偶然遺体を発見してしまって、うわーってなってすごく驚いて警察に通報する。あとは犬の散歩とかしてね、犬の様子がおかしくてついていったら遺体発見みたいな、そういったパターンが多くて、で、次のシーンに行った時にはもうね、警察の捜査が始まっていって、その警察が事件の捜査をしていくみたいなものがストーリーの柱になってくるかなって思うんですけど、この作品ではね、そこが違っていました。被害者と被害者の第一発見者っていう、普通だったらスポットライトがあまり当たらないような、この二人がね、主人公っていう感じになってて、死んでしまった少女の魂が語り手なので、主人公のね、少女がどういう女性だったのか、その本人の口から語られていくっていう、そんな構成になってます。それもすごく新鮮で、その少女が死んでしまった時にこんなことを思ってたとか、まさかこんなことになるはずじゃなかったとか、まだまだ人生は続くと思ってたとか、そういったこともね、語られます。その時に感じる、なんだろう、後悔とか喪失感とか、そういったものがもうダイレクトにその読者に伝わるような感じになってます。その一方で、遺体の第一発見者となった女性についてもね、語られていくんですけど、遺体発見の時の衝撃によってで、なんかものすごいもう心理的な負荷がかかって、まあ、トラウマ見たくなって、もう毎日それを夢に見るみたいな。何かのね、事件に関わることになるとか、そういったことってほとんどないことだと思うので、その人の苦しみみたいなのもすごく細かに描かれていて、死んだ少女の魂がその遺体第一発見者の人に語りかけて、私の名前はこうだとか頑張って伝えようとするっていう、でも伝わんないんですよね。去年見たドラマで、佐藤健さんと井上真央さんが主演の100万回言えばよかったっていうドラマがあって、それね、結構好きで見てて、でそのドラマのこととかもね、思い出しました。そのドラマの中で
でもねそうやって死んでしまった人がいて、でその人がね生きてるうちにこういうことをもっと伝えておけばよかったっていうのをすごく後悔したりするシーンとか描かれたりするんですけど、なんかそういうドラマのこととかも思い出したりとかして、驚愕のトリックとか予想外の展開にとか、そういった感じのこう派手な物語ではないんですけど、解説にも書かれていたことで人の死そのものを掘り下げて書かれている物語で、そこがねすごく印象に残りました。人は死んだらどうなるんだろうみたいな話もこの中で登場していて、死後の世界はあるのかみたいなね、このタイトルもね本当にすごいなって思いました。事件発生当時では、どの事件もそうだと思うんですけど、まずこの遺体の身元を明らかにしなきゃいけないっていうところで、最初はね名前とかもわからないんですよね。この人は誰なんだっていう、そこから明らかにしていかなきゃいけなくて、この作中の事件でも最初ね名前が全然わからなくて、ただね読者はこの人の人生がだんだん明らかになっていったり、その物語冒頭でもその被害者の名前が語られているので、名前はね読者は分かっているんですけど、被害者の名前がねなかなか分からないと。この名前が分からない遺体に対して付けられる一時的な名前みたいなものがあって、ずっとねその名前で呼ばれ続けるんですよね。この遺体第一発見者の人もなんか現実の事件がいっぱい語られている掲示板とか見たりするんですけど、そういろんな被害者の情報はあるけど、どこどこで発見された身元不明のみたいな感じの、そういった情報だけがこうずらーって並んでいる描写があって、すごくねそこにも衝撃を受けて、この物語の舞台がニューヨークなんですけど、最近ね YouTube の動画でニューヨークの一人旅街歩き Vlog みたいなのをたまたま最近見ていて、ニューヨークのね描写もたくさん出てくるので、あこれはこの人が言ってたここかなみたいな、その動画のことを思い出しながらね読んだりとかもしていたんですけど、ただねその動画の中でも言っていたのが、夜ねすごいパトカーのサイレンがうるさいっていう、そのホテルで寝ててもパトカーのサイレンで夜中起きちゃうみたいなことをすごく言っていて、そういうのがすごく印象に残ってて、主人公の少女も第一発見者の女性もニューヨークっていう街で生きていく女性の心理っていうか、もう常に警戒してるっていう、道を歩いていても後ろから誰かに急に襲われるんじゃないかみたいな、すごくね警戒している心理描写とかもねあったりとかして、ただそれだけ警戒していても主人公の少女はね事件に遭ってしまうんですよね。いやその犯罪のね本当に理不尽な感じとか、これはね伏せておくんですけど、そういったことにもなっていて、探偵が登場したりとか、絶海の孤島で連続殺人が起こってとか、そういったミステリーっていうわけでもなくて、被害者の女性の人生が語られていったり、その第一発見者となった女性の心理だったり、その女性の人生も語られていって、こういった形のキャラが主人公になっての犯罪小説とかサスペンスっていうのが一つの作品になって書かれたっていうところに、いや本当にすごいことだなって思って、もうね全然まとまらないままバババッと語ってしまっているんですけど、被害者自体にスポットライトが当たっている物語っていう、やっぱりねいいなって思ったところで、死んでしまって、で魂の形になって、でその魂がねこういろんな人にこう働きかけていって、でそれでね事件が少しずつ解決の方向に向かっていくっていう、その被害者自身の人生が取り戻されていくみたいな、名前がね分からなかったらその人がこれまで生きてきた人生も何も分からなくて、急に人生がそこで終わってしまうっていう、主人公は現金とカメラだけを持ってニューヨークにやってきて18歳の女性で、平均寿命まで生きるとしたらまだね60年近い人生が残っていた女性で、まだまだいろんなことがねできただろうなっていう年齢で亡くなってしまうと。でそういったことが魂という形になって本人の口から語られるっていう、犯罪被害者とかその人の死そのものとか、そういったことについてねすごく考えてしまいました。ちょっとねまとまらないんですけど、サスペンスでありつつ主人公のこれまでの人生語られる中でロマンスの部分もね結構描かれているので、まずはやっぱりね女性におすすめしたいですというのね一冊ですね。ぜひぜひね気になる方手に取ってみてください。続いて2冊目の作品はイライザ・クラーク著ブレグジットの日に少女は死んだです。小学館海外ミステリーの今年の一押し作品っていう、そういった作品で、こちらはね前回撮影したルーティン Vlog の中で読んでいる作品です。読み終えてから1時間ぐらい経ったんですけど、もうその余韻に浸りながらまたねちょっと最初から読み返してました。もうねうわー
ってなってます今。2016年6月、ブレグジット EU 離脱を問う国民投票の日、ヨークシャーの海辺の町で16歳の少女が暴行を受け焼き殺された。犯人は同じ高校に通う16歳と17歳の少女3人。ジャーナリストのカレリは背景を取材し、被害者と加害者の生い立ちから事件に至るまでをまとめたノンフィクションを発表したが、内容に問題があるとの訴えが寄せられ、本は回収に。凄惨な事件が起きるまでに少女たちに何があったのか、ノンフィクションの内容は真実なのか、英国の神聖がカポーキー霊血にオマージュを捧げた衝撃の疑似ノンフィクション型犯罪小説。EU 離脱のニュースとかに見てた記憶あるんですけど、本当にそのニュースを見てた日に起こった事件、一人の少女が亡くなってしまったっていう。報道に見過ごされた少女暴行殺人事件、ジャーナリストの渾身作への捏造疑惑。私たちは一体何を見せられているのか、何を見たいのか。でもこの中で一番個人的に気になった部分は、英国初衝撃のフェイクドキュメンタリー犯罪小説っていうこの文章がすごく気になりました。最近ね、海外で犯罪実話を扱ったポッドキャストがすごく流行ってるよみたいな話って、最近読んだ海外ミステリーの後書きとか解説とかそういったところでもね結構取り上げられていて、もう最近もう何作品か読んできていました。最近読んだのだとジョセフ・ノックス、トゥルークライムストーリー、犯罪ノンフィクションみたいな、クライムノベルみたいな一冊で、あとこちらですね、キャサリン・ライアンハード、ナッシングマン、こちらも犯罪実録本っていうね、そういったものが出てきていて、もう犯罪実話ポッドキャストみたいな、そういったものがすごい人気になっているらしくて、でこちらの作品もそういった流れの中で書かれた作品なのかなと思って、そうやっぱり事件を扱ってそれを追っていくっていう物語なので、もう残酷な描写とかもあったりするので、読んでてねうわーってなることも多いんですけど、サスペンスとかクライムノベルとかその特有の面白さみたいなのがあって、海外でねすごく人気があるっていうと、やっぱりそういった犯罪実録本、ミステリー、サスペンスみたいな、そういった形でも、ね、たくさん出版されているんじゃないかな、もっといろいろな作品読みたいなと思っていた、そういった流れの中で今年のね夏に小学館からこちらの作品刊行されたっていうところで翻訳されて、すごくね嬉しいなってなった作品で、物語冒頭もね少しだけ紹介すると、本書は2016年に16歳のジョン・ウィルソンが同じ学校に通う3人の少女に殺害された事件について記したものです。著者はジャーナリストのアレック・ゼット・カレリで、原本は2023年3月に出版されました。でそんな感じでね、まあ、いろいろ紹介されているんですけど、こちらの本がね2022年9月に現出版社は原本を販売中止回収としましたっていうね、まあ、こうなるにはねいろいろまあ経緯があるんですけど、そのままの形で再出版することに決めましたみたいな、そういったことが書かれていて物語がスタートしていきます。この書き出しもすごく面白いなって思ったし、その事件が起こった日に一体何があったんだろうっていうのでね、一気に心をつかまれて読んでいきました。こちらの事件もやっぱりあのブレグジットの日に起こった事件だったので、やっぱり注目されているのはその EU 離脱、まあ、今後ねイギリスがどうなっていくのかみたいな、当時本当にニュースで、ね、たくさん流れていて、で日本にも流れていたぐらいなので、やっぱイギリス国内とかね EU の方では大きく取り上げられて、多分何日もね EU の話題で持ちきりだったと思うんですけど、まあ、そういった中で起きた事件ということで、こちらにはねやっぱどうしてもスポットライトが当たらないと、当たりにくいみたいな感じになっていて、タイトルとかね、ブレグジットの日に少女が死んでしまったっていう、もうこんな感じの事件が起こったよっていうのはもう最初にもう分かっていて、その後の展開としてはその事件のね被害者の少女と事件の加害者の少女たちと、その同じ高校に通う少女たちなので、こういった結末につながっていくってことは、まあいろいろねトラブルがあったりとかして、そういったものを抱えていて、その様子がね少しずつね描かれていったり、あとそれぞれの少女の生い立ちみたいな、被害者となった少女がクローオンシーっていうね舞台となっている町の名前なんですけど、そこに住む16歳の少女ジョン・ウィルソンっていうね、その子が被害者、その他ね加害者がいるんですけど、加害者になった子たちは少女 A、 少女 B、 少女 C っていう形でね登場していって、その名前がね伏せられた状態で物語冒頭はそういった形でねスタートしていくんですけど、この子はこういう子でこういうものが好きでみたいな、そういった感じでこう周りの人の証言とかがあったりとかして、だんだんねそれぞれの人となりが浮かび上がってくるみたいな、
それでこの事件がどうして起こってしまったのか、事件に関係した少女たちは一体どんな人たちだったのかみたいなのが明らかになっていって、てんてんてんみたいな。その町もね、結構不気味な町というか、いろんな伝説がね、ある町で、不穏な雰囲気が伝わってくる、そういったエピソードとか、歴史とかも描かれていて、やっぱり起こってしまった事件はもう本当に残酷で、もうこんなことはもう起こらないでほしかったって、もう誰もが思うような、そういった事件なので、犯罪実話だな、そういったドキュメンタリーだなっていう読み心地の作品で、最初に書かねばならないことがある。解説を引き受けるかどうかの判断をするために、僕はこの作品をまだ構成前のゲラの段階で渡された、そして読み始めてから読み終わるまでノンフィクションだと信じて疑わなかったっていう風に書かれていたり、著者にはなぜか創作を現実と思わせてしまう才能があるっていうね、後書きを読んでハッとしたところで、小説を読んでいても現実の事件をこう追いかけているような感覚で読んでたような気がします。このフェイクドキュメンタリーの部分がね、すごく近年の翻訳小説のサスペンスとかクライムノベルっていうジャンルの中ではやっぱりね、すごい一大ジャンルなんじゃないかなって、リアルタイムで読めてるっていう感じもあって、そういったのもねすごく良かったなって思いました。フェイクドキュメンタリー、犯罪小説とかサスペンスとかね、そういった作品好きだよっていう方にはぜひおすすめの作品です。はい、ということで今回はこちらの2作品紹介してみました。もう本当に読用直後にお話しているので、まあ、話す順番とか話す内容とかもう全然まとまってなかったり、同じ内容をね繰り返しお伝えしてしまっていたかと思うんですけど、そういったところも含めて読用直後のなんかわーってなってるその雰囲気もね合わせてお伝えできていたら嬉しいです。ということで、こちらの動画面白かったと思っていただけた方はぜひ高評価を、チャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いします。こちらの動画の感想もぜひコメントで教えてください。今回の動画も最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。